ウポル島とサバイイ島。左が、サバイイ島。サバイイ島は、南太平洋のサモア独立国にある島で、同国最大の島である。ニュージーランドやハワイを除けば、ポリネシア最大の島でもある。島は、海底から流気した溶岩に覆われた、大量の玄武岩によって構成されている。面積は1708平方キロメートル。サバイ島は活火山の島で、島の最高峰は、 標高1858メートルのしり,しり山。サバ伊島での最後の噴火は、1911年に、マタバヌサンが溶岩流の流出を伴って噴火した、ものである。道島にはおよそ5万人が住んでいるが、同国のもう一つの主要な島である。ウポル島ほどは、開発が進んでいない。島には、空港として、マオタ空港とアサウ空港があり、港湾として、 サレロロガ港とアサウ港がある。島には、プレメレーマウンド、アロファーガの塩吹き穴、モソの足跡などの名所がある。日付変更線から32キロに位置する、同国最西端、そして世界で最も西とも言えるファレアルポムラも、この島にある。しかし、2011年12月29日に、主要な取引先であるニュージーランドやオーストラリア、 日本と日付を揃えるために日付変更線の西側に移動した。そのため、ファレアルポ村は世界で最も西ではなくなった。19世紀前半、サバイイ島はしばしばポーラと呼ばれていた。ありがとうございます。